中学受験、一問一答サプリをご視聴いただき、ありがとうございます。このサプリでは、社会、歴史、奈良時代について学習します。それでは早速始めましょう。第一問。律令制時の税制で、収穫量の 3% を稲で納める税のことを、何と言いますか？正解は、租です。第2問。律令制時の税制で、労役の代わりに、布を納める税のことを、何と言いますか？正解は、用です。第3問。律令制時の税制で、絹、糸、真綿などの特産物を納める税のことを、何と言いますか？正解は、蝶です。第4問。律令制時の兵役で、3年間、九州を守るために置かれたものを、何と言いますか？正解は、先守です。第5問。元明天皇の時に、唐の都、長安に倣って、奈良に作られた大きな都のことを、何と言いますか？正解は、平城京です。第6問。平城京が作られたのは、西暦何年ですか？正解は、西暦710年です。第7問。仏教を深く信仰し、全国に国分寺や国分尼寺を建立した天皇は、誰ですか？正解は、聖武天皇です。第8問。聖武天皇が、都に総国分寺として建立した寺の名前は、何ですか？正解は、東大寺です。第9問。橋や道路を作るなどの社会事業に努め、大仏作りに協力した僧は、誰ですか？正解は、行基です。第10問。失明しながらも唐から来日し、仏教の教えを広めた僧は、誰ですか？正解は、鑑真です。第11問。鑑真が奈良に作った寺の名前を、何と言いますか？正解は、唐招提寺です。第12問。奈良時代の農民の様子を知ることができる、貧窮問答歌を作った人物は、誰ですか？正解は、山の上のオクラです。第13問。現存する日本最古の和歌集で、天皇や貴族だけでなく、農民、先森の歌が収められている書物の名前を、何と言いますか？正解は、万葉集です。第14問。貴族や寺社が、荒れ地を開いて増やしていった私有地のことを、何と言いますか？正解は、荘園です。第15問。遣唐使として唐に渡った後、唐の役人になり皇帝にも認められたが、日本には帰国できず、唐で一生を終えた人物は、誰ですか？正解は、安倍の仲間呂です。第16問。遣唐使の派遣停止を進言した人物は、誰ですか？正解は、菅原道真です。第17問。日本最古の歴史書を、何と言いますか？正解は、古事記です。
第18問。朝廷が日本の成り立ちなどを示すために、古事記に続いて編纂した歴史書を何と言いますか？正解は、日本書紀です。第19問。それぞれの国の産物や地名の起こりなどを記録させた書物の名前は何ですか？正解は、不土記です。第20問。約4500首の歌が収められている、日本最古の和歌集の名前は何ですか？正解は、万葉集です。第21問。仏教色が強く、唐の影響を受けた奈良時代の国際色豊かな文化を何と言いますか？正解は、天平文化です。第22問。聖武天皇の遺品などが収められている建物の名前を何と言いますか？正解は、正倉院です。第23問。正倉院に見られる木を組み上げて作る建築方法のことを何と言いますか？正解は、あぜくら作りです。第24問。新しく開墾した土地の三代にわたっての州を認めた法令の名前を何と言いますか？正解は、三税一新の方です。第25問。新しく開墾した土地であれば、いつまでも州して良いこととした法令の名前を何と言いますか？正解は、墾田永年私財法です。中学受験、一問一答サプリをご使用いただきまして、ありがとうございました。中学受験、一問一答サプリには、即効性があります。やりすぎると、偏差値がアップしてしまうことがあります。必ず、用法、用量を守ってお使いください。また、チャンネル登録、高評価したくなる場合がありますので、副作用にご注意ください。中学受験、一問一答サプリをご使用いただき、ありがとうございました。またのご視聴、お待ちしております。このチャンネルでは、地理、歴史、公民、理科、国語など、中学受験に役立つ動画を多数公開しています。ぜひ、ご活用ください。ご視聴、ありがとうございました。